ファン感謝祭もだんだん開会が近づいてまいりましたが、ここで選手からご案内です。お願いします。はい、続きまして本日の目玉イベントのご案内です。ファン間限定スペシャルオークションを実施します。今回の出品内容は水野チーム、マスコチーム、小室チームそれぞれのサイン入りのスペックシートを3名様に、そして選手サイン入り今シーズンのキービジュアルバナーを1名様にプレゼントいたします。それでは間もなく開会します。この後会場内暗転しますのでお足元にお気をつけください。今シーズン最後に僕たちと一緒にこのお祭りを楽しみましょう。56番と5番でした。ありがとうございました。
さあチームが登場してまいりました。改めて皆さんこんばんは。お待たせしております。 2022-23 シーズン京サンダリーズファン感謝祭サポーテッドバイエネルギークリエイティブご参加いただきましてありがとうございます。今シーズンチームのスローガンは共に登るだったんですが、このファン感のテーマは共に楽しむです。ぜひ皆さんも楽しんでいただきたいと思いますしね、選手にもぜひ楽しんでいただきたい、そんな時間になればなと思っています。さまざまなコンテンツご用意していますので、試合とは違う選手の表情を見逃さないようにお願いいたします。ということで、このファン感司会を務めさせていただきます、京サンダリーズアリーナ MC の河合康之です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてすいません、すいません、ここにいます。ごめんなさい。あ、はるちゃんもなんですよ。慌てない。わかりました。ということで、今回のファン感はハンナリンの春にも MC 手伝っていただきます。春、よろしくお願いします。お願いします。まあちょっと無茶振りすることもあるかもしれませんけど、はるちゃんものびのび自由にマイク持ってるんでやってください、はい、マイク持ってる人が一番強いですから。はい、頑張りましょうね。よろしくお願いします。ではまずロイ・ラナヘッドコーチからブーサーの皆様にご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。 Thank you so much. It's been an incredible season. Goes by very fast, 60 games. We loved being at home. All of your supportOn the road as well, it was something very special, and I know it's something that all of us will remember for the rest of our lives. So thank you, Kyoto. 本当にシーズン通してのご支援ご声援本当にありがとうございます。60ゲーム1シーズンであるわけですけれども、すごくこう時間が過ぎるのが早いと言いますか。ロードのゲーム、アウェーのゲームでも本当に京都ファンの皆様が駆けつけてくださったことがすごく声援にも力にもなりましたし、あとはここにいる選手たち一人一人もこれから の人生の中でも絶対に忘れないような1シーズンになったと思います。本当にありがとうございました。We're building something very special, and I think please have faith that this is going to continue. This is the first step in building a winning culture here in Kyoto. We're super excited about the success that we've had. We've learned from the failures that we've had, and rest assured, we're going to work every day as hard as we can to get better.本当にここ京都に特別なものを作っていくっていう思いでこうして全員が取り組んでいますので、全員一人一人がハードに練習もしていきますし、その一部分になっていただいて皆さんと一緒にいいものをこの京都に作っていきましょう。 Right now, this is about a celebration. A celebration about this team, a celebration for all of us.A celebration for Kyoto. Let's enjoy together. Have a great day, great evening. Stay safe, and we'll see you all again come next season. ここからは本当にもう皆さん一緒に楽しむ時間だと思うので、選手もそうですしファンの皆様も一緒になっていい時間を過ごしていきましょう。そしてまた来シーズンお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ロイ・ラナヘッドコーチありがとうございました。そしてこの後も通訳していただきますけど、一シーズン通訳もしていただきました間宮コーチにも大きな拍手を送りください。ありがとうございます。さあここからはチームの紹介、チーム発表を行いたいと思います。これからコンテンツ戦っていただきますんでね、チーム対抗戦ブースターの皆さんにも参加していただきますので、この後紹介時にまた皆さんにも手を振って存在をアピールしていただきたいと思いますよ。まず一チーム目はチーム名の発表からいきます。チーム名マスーライということで、メンバーはナンバーセブンマシューライ、ナンバーナイン小沢智政、31ミスタージャブタロー、31シェイクディアロー、そしてマスーライと共に戦うブーサーの皆さんこちらです。
そしてマスライトキャプテン増子匠。 T シャツの色などでチーム名メンバー覚えていただければと思います。続いてチーム名マッスル GOD メンバーナンバーワンジェラード・ユータ、イレブン久保田義明、サーチン青木ルージー、そして共に戦うマッスル GOD ブーサーの皆さん、こちらですね、よろしくお願いします。そしてマッスル GOD キャプテンナンバースリー水野カンタ、ドヤ顔ありがとうございます。そして3チーム目、チーム名はハイエナジーナンバーファイブ小西誠也、トゥニトゥトビーマーカース回収、サリフォーザークモーセブンティセブンエペウドゥ、そしてハイエナジーともに戦うブースターの皆さん、 あちらですねです。そしてハイエナジーキャプテン56小室貴博なんか控えめですけど、さっき影慣れの時めちゃやる気やったのに急に控えめ、これからですよね、これから本気出していただきたいと思います。そして今回各チーム付きリポーターとしてハンナリーのメンバーにもお手伝いいただきます。今まだこの時は出てきてない、いるいるいる、はい、ということで、マッスーライトチームはひとみ、小室さんチームは僕の名前を覚えなさい、ハイエナジーチームはくるみ、そしてマッスル GOD ははるか、ハンナリーのメンバーにも盛り上げていただきます、よろしくお願いします。そして遅れてだけどハンニャリも出てきてくれてましたよね、ハンニャリまた下がった、ハンニャリ、ハンニャリにも大きな拍手を。ではそれぞれのチームキャプテンお話を伺いたいと思いますんで、チームメイトへのコメントとファンブースターの皆様へのコメントをキャプテンにお願いしたいと思いますんで、コシーズがいるので、怪我だけにはめっちゃビビってるやん。もう堂々と行きましょう。ガツンと。怪我には気をつけて頑張りましょう。真面目か。真面目や。続いて水野選手もお願いします。チームメイトにビシッとお願いしますよ。マッスル GOD。しっかり筋肉と会話して、みんな楽しんでいきましょう。ルージーもマッスル見せてます。ルージーのマッスル反応してます。そして小室さんお願いします。ガツンときましょうよ。筋肉バカには負けないように頑張りましょう。ほとんど何言ってるのか分かれへん。ということでキャプテンお三方ありがとうございます。今回コンテンツごとにポイント加算形式となりまして、最後にポイント一番多かったチームに豪華景品プレゼント、最下位となったチームには罰ゲームが待っておりますので最後まで頑張ってください。では選手宣誓を行っていただきますので、キャプテンコート中央にお願いします。ではどうぞ。何何何何何マイクの取り合い大丈夫。先生、僕たちはブースターの皆様の笑顔を最後まで守り、そしてと共に登ることを誓います。まだまだ終わり終わり、ありがとうございます。何やりきった、やりきりました、ありがとうございます。選手宣誓を行っていただきました。では早速最初のコンテンツに入っていきます。この後会場内転換いたします。選手の皆さんはそれぞれのチームに戻ってベンチに座ってお待ちください。では共に盛り上がっていきましょう。
では準備整いましたので最初のプログラムいきましょう。最初のプログラムはイントロクイズ。まあおなじみだと思います。ある曲のイントロ聴いていただいて曲名を答えていただきます。分かった人にはお手元のボタンを押して、一番早く押した方は私が選ばせていただきますんで、回答権を与えますんでマイクに向かって答えていただきます。ではこのゲームに参加する選手をご紹介しますので、呼ばれたら座席までお越しください。まずマスライト小澤選手、三田選手お願いします。じゃあ一番近いところ座りましょうか。続いてマッスル GOD 久保田選手、青木選手ふんぞり返ってる、ふんぞり返ってる。青木さんもお願いします。真ん中行きましょうか。そしてハイエナジー小西選手、小村選手このゲーム正解したら5ポイントを差し上げます。1問正解したら5ポイントです。頑張ってくださいね。OK ですか？大丈夫ですか？楽しんでいただいているようなんですが、じゃあ行きましょうか。まず1問目から行きたいと思いますよ。よくお聞きください。クイズイントロドン。じゃあ答えて。待て、最初からこんなんやったら全然進めへんから、ちゃんとやろう聞いてからね。多分ええとこで止まると思うから 聞いてからね。いきますよ、イントロドン。いちご製菓。一個も聞いてへん。え久保田さんって言ったら答えてください。ほとんど何言うたか分からへんかったよ。モノマネみたいなことするコーナーじゃない。イントロ曲名答えてください。言うといてボケて照れんのやめてください。めっちゃ照れてる。面白かったですけど、いきましょう聞いてくださいよ、青木さん参加してくださいよ。イントロドン。もう早押して歌始まる。はい、小沢さん静かに。チュ、何それ。チュイントロ、チュ、チュ、そんな曲名の歌ある？ある？チュ、違う違う、ダメ。バズブブーで、お客さん、教えないでくださいね。分かっても教えないでくださいね。分かりそう？全く分かんない。久保田さんも全く分かんない。まさかのパス出ましたけど、音鳴ってないし。2問目いくよ。2問目イントロドン。渚に…なんだっけ、まつわるレッドセットの。違う。なんでそっち。はい、小室さん、渚の…今言うたか。違う。渚、頭から取って。ルージー、渚の…渚違うって。もう…まだ30分経ってへんけど、もうヘロヘロや。分からない。いやごめん、これ選手が答えないとポイント与えられないですよね。与えられないですよ。ヒントください。ヒント、これどうやってヒント与えます？最初の文字だけいくで。あ、イントロクイズってこんなんやった。もう次言うで、口ずさんで。それ言うたね、今言うたけど、どこ行くん？
ダメですね。これもダメ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 。ノーカウント。正解はパフィーの愛の印。いやいや、完全に渚ってめっちゃ言うてた。渚にまつわるエトセトラ違う。はい、何時まででしたっけ。大丈夫かな。3問目いきましょう。もう問題なくなるで。すいません、すいません、すいません、はいはい、あまりにも答えれないんで1人助っ人を追加でここに。あ、ファンの方、オーディエンスで、オーディエンスで1人自信のある方。いや、若すぎへん。う無理やんな。いける。これ男の子分かる曲あるかな。いくよ。次は当ててほしい。イントロドン。言ったダメですよ。言ったダメですよ。言ったダメですよ。誰誰誰、どこどこどこ、ここ。あれ、TM レボリューション。TM レボリューションの。レイクスの歌じゃない、使ってはるけど違う、ダメ。はい、ブージー。あ、ティームレボリューションのホットリミット。正解。やっとや、やっと。マッスル自慢するほどのことでないし、当てたの2人ちゃうし。この歌ですわ。彼この歌知ってた。知らんわな。知らんわそんなん。じゃあ次行ってみましょう。次知ってるんちゃうかな。行きますよ。イントロドン。はい、ストップ。正解。じゃあここハイエナジーやろ。マッスル違うし。マッスル違う。正解。ここで1問ずつ正解。頑張ってくださいよ。おじさんの曲出してもらっていい。おじさんの曲あるんちゃいますか。ゲスオーディエンス意味ないやん、そんなん。ちょうどいい。ほんまかな。じゃあ行きましょう。TWICE の TT でした。続いていきます。イントロドン。はい、こちらチーム、新宝島。正解。さあ、ちょそんなダンスやった。そんなダンス、嬉しいダンス。お、これで1問ずつ正解並びました。俺の顔に正解書いてないから。いくよ。続いてイントロドン。ミックスナッツ。すげえ。オーディエンス力発揮。めっちゃ嬉しそう。ここでいきますよ。イントロドン。で、どこ、ナナさんどこ。はい、小室チーム。できるやん。調子ようやく出てきた。最初の1問目2問目何やったの。ようやくまだありますか。時間大丈夫ですか。時間で終わっちゃいますから。あと5分、もうちょっといける。世界の終わりの RPG でした。続いてイントロドン。ではどうぞ。あ、ウィアー。あ、惜しいんちゃうかな今の。うん、惜しいんちゃうかな。え、どこ行くん、どこ行くん。グーグルとかダメですよ。え、もう一回イントロドン。ここチームだ。さあ、あ、来た。ここのチーム。
Wii は合ってますよね。 Wii 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 U 違う。そんなクイズちゃう。もう一回聞く、もう一回聞く、え、もうちょっと流してほしい。あ、じゃあもう一回イントロドン。ごめん、スーパーウルトライントロなんだ。めっちゃ当てたそう。はい、来ました。じゃあもうこれラスト、答えをどうぞ。海援隊で送る言葉。急に昭和やな。こんなポップじゃなかったでしょ。もっと涙誘う歌や。はい、ということでこれダメですね。今の曲は北谷博士 We Go でした。あと1問いく、あと1問いきましょうか。あと1問よく聞いてください。イントロドン。なんで？あっち。どうぞ。フライングゲット。正解。ということになりました。じゃあちょっとはるちゃん、小室チームの様子聞いてもらっていいですか。はい、そうくんでした。ありがとうございます。はい、今集計出ましたんで、じゃあ集計結果発表します。まずマツコチーム10ポイント、水野チーム5ポイント、小室チーム15ポイントということになりました。まず最初のプログラムはイントロクイズ対決でした。ありがとうございました。じゃあブースターの方は座席に戻っていただいて、選手の皆さんそのまま残っていただいていいでしょうか。選手の皆さんにはこの間にお手伝いいただきます。久保田選手、青木選手、三田選手、マスコ選手、変わったんだったね、小沢選手ですね、小西選手、小室選手、これから13球のミニボール皆さんのところに投げていただきます。ミニボールキャッチした方はサイン入り選手別グッズプレゼントします。それぞれボールに背番号が記載してありますので、対象の選手のグッズお渡ししますので、では選手の皆さん投げ込みお願いします。グッズ引き換えは1階入場口付近の総合案内で。皆さん頑張ってゲットしてください。引き換えは20時45分までとさせていただきます。もう投げ入れました。まだあと久保田さんが持ってる。はい、では選手の皆さんは一旦座席にお戻りください。続いてのプログラムまで今しばらくお待ちください。いや、はるちゃんちょっとすいません。はい、もう選手が自由にやりすぎて、はるちゃんにお話しいただく時間がなかった。はるちゃんはどうでした？よく分かりました曲。曲ですか？はい、でもなんか意外とあのタイトルが出てこなくかったりとか。そうなんですよね。はい、難しいなって思いながら。イントロクイズなかなか出てこないですよね。はい、でも楽しそうでよかったです。すごい。全然試合中とは違う、もう伸び伸びするからね。はい、はい。そして各チームにリポーターとしてハナリーにもついてもらってます。マッスル GOD にははるか。私たちの方が曲分かってるなって思ってました。そっか、ハンナリのメンバーの方が詳しかったりするんでしょうね。選手の皆さんにもね、まあオーディエンスブースターだったんでちょっとハンナリは選べませんでしたけど、この後もハンナリの力が必要になってきますんで、はるかを含め頑張ってくださいね。イエーイ。そしてハイエナジーチーム、くるみ。はい、こっちです。ハンナリメンバーどうでしたか、イントロクイズ。みんな分かってました。マジで？はい、
優秀です。さすがですね。はい、はい、そしてさっき呼んだひとみ。はい、ひとみです。どうでした、イントロクイズ。こっちのチームはみさとが全部分かってました。一番早かったです。最初からハンナリン呼んどいたらよかったですかね。でもね、ブースターの方々もかなり答えてましたからね。はい、この後も力仕事よろしくお願いしますね。お願いします。はい、では続いて準備整ったようなので参りましょう。チーム対抗、玉入れ。さあ玉入れです。今回は選手全員と各チームブースターの皆さんにもご参加いただきます。そしてハンナリンのメンバーもお手伝いいただきます。ではコートインしていただきましょうか。さっきここのチームがここだったんでここ行っていただきましょうか。選手の皆さん、さっきまで玉入れしとったのにまた玉入れやらされるという。でもすごい楽しそうですね。いっぱい玉があるんでね、なくなるまで入れちゃってください。ちょっとこれ選手ダンクできるんちゃいます？大丈夫かな。じゃあはるちゃんからルールの説明です。はい、ちょっとここで説明させていただきます。ルールはシンプルです。一番多く玉が入ったチームの勝利です。1位のチームには10ポイント、2位のチームには5ポイント、3位のチームには3ポイント加算されます。それでは参加される選手、ハンナリンブースターの皆さん、スタンバイお願いします。よろしいですか。では30秒いきますよ。私も手元で測ります。チーム対抗、玉入れ、よーい、スタート。さあ頑張って、頑張れ頑張れ。さあ頑張って頑張って。結構入ってるよ。すごいすごい。ちょっと待って、 CD がもうダンクしてる、ダンクしてる、やばい。10秒前、9 8 7 5 4 3 2 1。終了、ストップ。じゃあユートフさん、まさかユートフさんがそんなブザー鳴ってから入れると思います。めっちゃ嬉しいやし。じゃあこの後数えますので、ブッサーの方一緒にちょっとカウントするの手伝ってもらっていいですか。お子様いらっしゃったらお子様一緒に。ちょ、まだ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 、それ以上入れたか、それ以上、ちょ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 、あ、危ない危ない、ちょちょちょ、何もう加藤高木さん呼んでくるよ、やめて、もうほんまに。いくよ。では2つずついきます。せーの、2つ、4つ、6つ、8つ、10、大丈夫ですか。12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、なくなった、56、58、60、62、64、66、68、70。ちょっと待って、ストップストップストップ。ここから一つずついきましょうか。一つずつ、71、72、73、74、75、76、77、78、危ない、79、
80、81、82、83、84、85ということで勝利したのはマスコチーム。1位マスコチーム、2位水野マッスル GOD チーム、3位ハイエナジーチームとなりました。はるちゃんどうでした？ハンナリンのメンバー頑張ってました？すごい1人4つ5つぐらい持ってすごい頑張ってましたねハンナリンのメンバーもね、バスケットボールコートにはいるけどボールに触れることはそうないですもんね。そうですね、踊ってるけど負けられない戦いが見られました、ね、ハンナリンが玉入れバスケットするシーンもなかなか珍しかったかと思いますけど、なんか向こうではダンクしてるけど、すごいすごい、はい、ということで玉入れでした。ありがとうございました。一旦座席にお戻りください。ありがとうございました。じゃあはるちゃん、この時間帯ご来場の皆様にもお声を聞こうと思うんで、各チームのリポーターキャプテンからハンナリンメンバー振ってもらっていいですか？じゃあ最初はくるみちゃんのところに、はい、聞きたいと思います。はい、お願いします。ではブースターさんにインタビューしてみたいと思います。では男性の方に聞こうかなでは玉入れでしたがいかがでしたか？久しぶりに大人になられてあまりされることないと思うんですけど。あ、もう優勝しました。どこが一番楽しかったでしょうか？どこが入れれました？玉は入れられなかったです。はい、一個も。楽しめましたか？楽しめました。よかったです。ありがとうございます。楽しさはね、一番だったっていうことですかね。ありがとうございます。次じゃあ行ってみたいと思います。じゃあはるちゃんのところに行こうかな、はい、はるちゃんのところに聞きます。皆さん筋肉盛り上がってますか？あんなん有効なんですか？あ、もう、はい、言わされた。かわいい、かわいい玉入れどうでしたか？楽しかったです。普段とか全然そんなやることないですよね、玉入れなんて。楽しんでます？はい、楽しんでます、はい、ありがとうございます。ありがとうございますはい、ありがとうございます。じゃあ最後、あのひとみさんのところに聞きたいと思うので、ひとみさんお願いします。はい、じゃあ女性のこちらの方にインタビューさせていただきます。今まで率直な感想を教えてください。率直な感想、めっちゃ緊張してます緊張してますっていうことですけども、玉入れは楽しめましたか？楽しかったです。楽しかったそうです。よかったです。はい、ありがとうございます。こちらにもね、たくさんの方いらっしゃるんで、ちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、今の時点でどこのチームが優勝するか、まずマッスーライトチームが優勝すると思う人拍手。マッスル GOD 優勝すると思う人拍手。ちょっと多いかな。ハイエナジーが優勝すると思う人拍手。うん、今のとこどうでした、はるちゃん？一番はマッスル GOD。 はい、そうですね。すで、2番がマッスーライト。3番がこちらのチームですね。トビンさんめっちゃ怒ってるそんなことねえよって。下崎さんめっちゃ拗ねてる。ウドゥさんなんかもうお父さんみたいになってる。ウドゥさん玉入れどうでした？下崎さん、玉入れられました？2回目に。ありがとうございますキャプテン怒ってる、もっと入れろよ、もっと入れね、ちょっとお客さんとかハンナリンのメンバーに譲ったのかもしれませんけど、はい、まだまだこの後コンテンツありますんで、
各チームそしてブースターハンナリーのメンバーに頑張っていただきたいと思います。はい、でもう少し次のプログラム用意するまで時間がありますので今しばらくお待ちください。カラーの歌ってそんなダンスでしたっけ。また久保田さん自分で受けてるし、ルージーさんは楽しそうやし、もうすいません、待ち時間が長くて盛り上げていただいてたんですね、ありがとうございます。ちょっとお待ちいただいてる間に皆さんにもね、いろいろと和気あいあいとしていただきましたが、続いてのプログラム準備が整いましたのでいきましょう。続いては障害物競争。このゲームなんですが、ここにぐるぐるバット、三輪車、ここに飴玉探し、最後二人三脚、四種目をやっていただきます。一番早くゴールしたチームの勝利です。だまだめっちゃ練習してるけど、練習いや、潰れないようにしてください。ゆうとふさんこんな顔見たら、こんな乗り方したらあかんと思う。娘さん見たら真似するで。ちょライトさん、マシューさんもお子さんが真似するよ。もうここでいいですよ、ここでいいですよ。10分もやったら死んでしまう。どう天世界いきます。障害物競争、よーレディーゴー。ワン、ツー、なんで邪魔してんの、降下してるし。なんでジェイロード頑張ってる、トビーも頑張ってる、マシュー頑張れ、必死。第4クォーターの香織飛車を邪魔してる。ノーファウル、タッチ、オッケー、タッチ、アメ玉、ノー、おい、やめろ、ルール変わってる。トビー何してんの、トビー全然焦げてない。タッチ、オッケー、ミリサク、違う、小室さん、変で変顔写真タイムで、結んで、今マッスル GOD スタートで、タッチした技。ウドさん大丈夫、はい、OK、 そしてミリサク、今マッスル GOD がゴール。続いてマッスルライト、下崎さんとモアさんが今スタート。じゃあ仲良く行きましょうか。なんでほぼくん、もういらねえよじゃねえよ、仲良く歩いてるだけ。最後までゴールしていただきましょう。はい、ゴール。めっちゃ大変、見てこうなんねん、すごい、コーナーがもうもう小室さんと小沢さんと水野さん、すげえ顔なってる。見てこれ、お面かぶったみたいになってらっしゃいますね。京都市体育館の人に怒られるんちゃいますこれ。何結びすぎて、ルージーが結びすぎ、肩結びしすぎて取れんようになってる。こんなんもう今カメラさん入ってんのに撮られへんじゃないですか。撮れる？はい、じゃあ各チームちょっとリポーターの3人にまたちょっとスタンバイしてもらってコメントをいただこうかなと思います。障害物競争どうでしたか？小田の変顔が面白かったです。変顔が面白かったとおっしゃってます。どうでしょう、この後優勝できそうだと思いますか？間違いないです。いいですね。強気な感じがこの後中間発表も行いたいと思いますんでね、楽しみにしていてください。さあ続いていきましょうか。水野チーム勝ちましたね、いかがですか？めちゃくちゃ嬉しいです。今3種目終えてどれが一番楽しかったですか？最後の障
害物競争が、はい、みんなすごくかっこよかったです。皆さんめっちゃ輝いてましたよね。まだまだ競技続くんで皆さん盛り上がっていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて最後くるみのチームに聞きたいと思います。はい、インタビューしていきたいと思います。ではこちらの女性の方にお聞きしたいと思います。ではいろんな競技があったと思うんですけれども、どの競技が一番面白かったでしょうか。はい、やっぱり顔が真っ白になった雨食いが最高です。最高でしたか。この調子で1位取れそうでしょうか。1位取りたいですね今。あんで、はい、では盛り上がっていきましょう。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。小室さんが綺麗なお顔で帰ってきてくれました。もう大丈夫ですか。ありがとうございます。じゃあここで各チーム現時点でのポイントを確認していきたいと思います。ビジョンご覧ください。現在のポイントはこちら。おお、すごい、いい勝負ですね。マッスルライトチーム23ポイント、ハイエナジー23ポイント、マッスル GOD20 ポイントとなってます。競ってますね。すごい競ってますね。まだまだ分からないじゃないですかね。まだもう少しプログラムありますんで、一発逆転もできるかもしれない。ぜひ皆さん力を合わせて頑張ってください。では続いてのプログラム準備整いましたのでいきましょう。最後のプログラムです。チーム対抗綱引き。はい、こちら先ほどの名前で同様で選手全員と各チームからブースターの皆さんにご参加いただきます。またこちらの綱引きでは総当たり戦となります。ぜひ皆さん全勝できるように頑張ってください。そして気になるポイントですが、最後大逆転のチャンスです。1位のチームは50ポイント、2位のチームには20ポイント、3位のチームには15ポイント加算されます。では早速いきましょうか。第1試合はマッスルライトチーム対マッスル GOD チームの皆さんです。スタンバイお願いします。お願いします。マスコさんだ、慌てな慌てな、持つだけですよ、持つだけですよ。はい、それでは一試合目レディーゴー、スタート。おマッスルライトチームがいます。優勢、マッスル GOD 頑張れ、マッスル GOD 頑張れ、マッスルライトが優勢。まだ15秒しか経ってない。お、このまま行くか、このまま行くか、あともう少し。うわ、水野選手の顔が必死、必死の形相。このマーク、このマーク、このマーク、このマークがここまで来たら、ここまで来たら、はるちゃん、はるちゃん見て、はるちゃん見て、はるちゃん、はるちゃん見て、この赤いマークがロゴ超えたら、ロゴ超えたら、あ、ロゴ超えた、まだ超えない、まだ超えない、ギリギリ超えてない、ギリギリ超えてない。あと20秒。お、マッスル GOD が盛り返してきた、マッスル GOD 盛り返してきた。すごいすごい。さあどうなる。10秒前、9、逆転7、6、5、4、3、2、1、そこまで。すごい、すごい、逆転、逆転で勝ったのはマッスル GOD。 お疲れ様、すごい、大変でしょ。え、ヘッドコーチさんじゃねえよ、ホークアイもう帰った。今日大変やってんから、もう加藤貴樹さん連発するから、昨日からも大変や言うてはったわ。もう今日は帰らしたけど、ない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 。2試合目です。でははるちゃんお願いします。はい、皆さんいきますよ。それでは2試合目レディーゴー。トビンの顔
ください。ハイエナジーチームがリード。ここはさすがに2試合連続は厳しいか。トビンの顔がすごい。下崎さんもすごい。もう少し、はるちゃん超えてます。勝利。強かった。いや、2戦連続っていうのがね、ちょっとしんどかったと思うんですけど。では水のチーム、一旦座席にお戻りください。ありがとうございました。これでマッスル GOD が1勝1敗、ハイエナジーが1勝、マッスーライトが今1敗。マッスーライトが勝ったら1勝1敗で並ぶ。どうなるでしょうか。小室さん、ハイエナジーチームどうですか。ちょっと休憩いりますよね。そんなに体力消耗してない感じ。エベさん、休憩いります。休憩 No, no rest。 いらないです。いけます。4番5番いっぱいいるんで、こっち人数多め。ポジション関係ないから、そんな関係ない。ハイエナジーが今1勝、こちらが1敗。マッスーライト、ぜひ勝ちたい勝負です。では、はるちゃんお願いします。はい、それでは3試合目、レディーゴー。今スタート。おお、またハイエナジーが強い。強い、強いですね。ちょっと待って、ノーミツだ。でも三田さん全然力入ってない。さあ、頑張って。超えました。ロゴライン超えました。マッスーライトチームの勝利。ちょっと怒ってます、トミーさん。アンスポーって言ってます。確かにこれはレフェリー協議します。お待ちください。はい、ひとまずじゃあ各チーム一勝一敗にさせていただきます。映像で確認した結果、アンスコは確認されませんでした。まだ時間はありますんで、もう一度綱引きで勝負できる体力ありますか。ないんかい。ブースターの方が厳しいから、じゃあ選手だけでやります。じゃあひとまずキャプテン集合。今水野選手から提案がありました。あっち向いてほい、あっち向いてほいで。今トビンに教えてます。いきましょう。せーの、最初はグー、じゃんけんほい、あいこうでしょ、あっち向いてほい。残像も何も関係ない。久保田さんが後ろから先輩の圧かけようとしたけど、水野さんが引っかかってしまった。ということで勝ったのはマッスーライトチーム。あ、総当たり、これはね。2回戦いきましょう。続いては水野チーム、小室チーム。小室さん強気いきますよ。もう顔がなんかもう血の気引いてる感じがしてる。勝つよ。せーの、最初はグー、じゃんけんほい、あっち向いてほい、最初はグー、あっち向いてほい、あいこうでしょ、あっち向いてほい。あー、勝ったのはマッスルジオディ。さあ最後の対戦、マッスーライトチーム対ハイエナジー。勝ったもん同士ですもんね、今ね。あ、今負けたから。せーの、最初はグー、じゃんけんほい、あっち向いてほい。わっ、ということで、マッスル GOD が1勝1敗、マッスーライトチームが2勝、
ハイエナジーチームが三角座りして2敗ということになりました。綱引き対決からあっち向いてほい対決、これから集計にあります。ありがとうございました。ではここで会場の皆様にはスペシャルダンスショーをお楽しみいただきます。To move like the PJ Masks? Okay then, make your move! You wanna run like Catboy? Make your feet go fast! You wanna run like Catboy? Power up and blast! Run, run on the spot! Super Cat Speed, give it all you got! Run, run on the spot! Come on now and don't you stop! Running on the spot to keep you in the groove! We just got the PJ Masks to make your move!You wanna fly like Owlette, zooming through the sky. You wanna fly like Owlette. Flap your wings and fly. Flap, flap, flap your wings, hands up in the air. Flap, flap, flap your wings, you can do it anywhere. Flap your wings up high, higher than the roof. We just got the PJ Masks to make your move. Alright, who's next? Gecko! Go, Gecko! Go, Gecko! Go!Like Gecko, power is the key. If you want to be strong like Gecko, then flex along with me. Flex, flex with all your might. Super Gecko muscles, left and right. Flex, flex with all your might. It'll make you feel like dynamite. Show your Gecko muscles, there's no way you can lose. We just got the PJ Masks to make your move. Move just like a hero and get in the groove. We just got the PJ Masks to make your move.今シーズンもハンナリンがダンスで盛り上げてくれました。オフィシャルタイムアウト、トラジャ踊ってくれたり、本当にハンナリンがハンナリーズにいてくれてよかったです。皆さん今一度ハンナリンに大きな拍手をお送りください。いつもありがとう。本当にたくさん盛り上げてくれました。今一度疲れをねぎらう大きな拍手をお送りください。もう一曲踊っていただきます。今シーズンのラストダンスでした。
どうぞ引き続き大きな拍手でお見送りください。それでは選手の皆さん、ブースターの皆さんに頑張っていただきました。本日のファン感謝祭結果発表です。またハンガリーのメンバーにも息整いましたらコートに戻ってきてもらいたいと思います。では各チームコートにお入りいただいてよろしいでしょうか。では早速結果発表に移っていきたいと思います。皆さんはどのチームが優勝と予想していらっしゃるでしょうか。最後の綱引きが結果大きく物を言う形となったようです。それでは結果発表第2位から発表します。第2位はポイント、マスルジオディ。ということで2位チーム、キャプテン水野選手、一言お言葉いただきます。まあ2位です、かもなく不可もなくですが、ここまでの感想をお願いします。すごい楽しかったですし、楽しめていただけたでしょうか。2位ではあるんですけど、気持ちでは1位なので、はい、嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。水野キャプテンに一言いただきました。ということで残すは1位と3位、3位には罰ゲームが待っています。では先に1位を発表させていただきます。第1位は73ポイントマスライト。ではキャプテンマスコ選手、マイクに1位の感想をお願いします。筋肉もエナジーも大したことなくて余裕で1位でした。ありがとうございました。マスク選手そこで残っていただいて、ここで1位チームにはエネルギークリエイティブ様よりハンナリシェを贈呈いたします。プレゼンターはエネルギークリエイティブ代表取締役社長渡辺徹様です。渡辺様よろしくお願いいたします。ではパネルの贈呈です。どうぞお渡しください。おめでとうございます。記念撮影を行います。渡辺様どうもありがとうございました。そして1位チームのブースターの皆様にも同じ商品をプレゼントいたしますので、お借りの際にブースでお受け取りください。おめでとうございます。ということで3位は2ポイント差でした。38ポイント、ハイエナジーチーム。ちょっと前の方に出ていただいて嬉しいでしょう。皆さん前にお越しください。皆さん前の方にお越しください。第3位のチーム、これから罰ゲームを行います。行っていただく罰ゲームはかっこよく胸キュンセリフをマイクに向かって言っていただきます。こちらブースターの皆さんからいただいた胸キュンセリフです。綱引きの時にキャプテンが反則してたので、三田選手にも胸キュンセリフを、ごめんなさい、マスコキャプテンに言わせて、じゃあ三田選手で行きましょうか。ですね、反則したの三田さんですもんね。それは仕方ないですね、やっちゃいましたね。ありがとうございます。ここでアンスポのファールが課せられました。では行きたいと思いますよ。今この箱の中に皆さんからいただいた胸キュンセリフが書かれていますので、
1人1枚ずつ取ってマイクに向かっていっていただきます。ではいくよ、レディーゴー。君に会えて本当に良かった。いや、こういう方がいいかもしれないですね。 English please English please I'm really glad I met you. Yeah. なんか罰ゲームじゃないじゃない、かっこいいじゃないですかこれ。好感度アップちゃいます。次誰いきます。うおー、最後までやってくださいよ、最後までやってくださいよ。ワンパフォーマンスついてます、どうぞ。ブースターのみんな大好きだよ。三田さんこんな照れる人なんですか。真顔に戻った、平成を装ってますけどありがとうございます。続いて小室さん、誰いきますか。キャプテン決めていいですよ。小室さんいきます。いいですね、ちゃんと感情込めて胸キュンセリフですからね、言ってくださいよ。いい顔でお願いします。ちょっと緊張します。前向いてどうぞ。このシュート決まったら付き合おう。隠れる、ウドゥさんの後ろに隠れる。さあどんどん行きましょう。続いてウドゥさん行きます。あ、トミーではゴー。左の、ごめん。ずっと君と一緒にいたい。 I wanna be with you forever。 罰ゲーム感がなくなってきましたけど、いいじゃないですか。せいやさん、ちょっと待ってください。小西さん、相手いた方がいいですか。むちゃが、そうですね。じゃあ自分のチームから選んだ方がいいんじゃないですか。ハイエナジーのファンの方からちょっと相手やってもらっていいですか。どなたかいらっしゃいますか。CD とジェロードとウドゥさんが申し訳ない限りなんですけど、本当にすいません、来られました。いやー、いい得点。ではお願いします。俺がお前を幸せにするからついてこい。代わりに下崎トレーナーがやる。で、CD が写真撮る。では今日の試合、俺のことだけ見といて。そしてハグしてます。ありがとうございました。罰ゲームということで皆さんに胸キュンセリフをマイクに向かってアナウンスしていただきましたが、皆さんキュンキュンしていただけたでしょうか。皆さんの胸キュンセリフもありがとうございました。はるちゃん、これはなかなか普段は見られないじゃないですか。そうですね、ちょっと普段見れない一面が見れて、ブースターの皆さんも楽しかったですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、貴重なシーン皆さん収めていただけたのではないかなと思います。シーズンオフに入りますけど、今日のね思い出をぜひ見ながらオフを過ごして来シーズンをお待ちいただきたいと思います。いよいよファン感謝祭もフィナーレが近づいてまいりました。最後に三田キャプテンより一言お言葉をいただきます。よろしくお願いします。三田です。最後の胸キュンワードは僕もキュンキュンしました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。
今シーズン、このメンバーで、戦ってきて、とても楽しかったです。そして、こんなにたくさんのブースターさんと、一緒に共に登ることができて、とても、感謝しています。シーズンはこれで終わってしまいますが、京都ハンナリーズとしては新しい形になって1年目でこれから何年も続いていくので、この最初の、1年目として基盤としてこのような形で携われてとても嬉しく思っています。そしてこれからも京都ハンナリーズはどん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 成長していくと思いますので、これからも引きつこれからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。では最後に記念撮影を行いますので、各チームのブースターの皆さんコートにお入りください。各チームの前の方でスタンバイをお願いいたします。そしてハンナリーのメンバーもコートに入ってください。すごいメインスタンド側向けの記念撮影と、そしてあちら側からもベンチ側からも撮影を行います。笑顔でお願いします。3、2、1、チーズ。 OK です。ありがとうございます。ではまずコートにいるファンの方々は座席にお戻りください。長時間ありがとうございました。これをもちまして2022-23 シーズン京都ハンナリーズファン感謝祭サポーテッドバイエネルギークリエイティブお開きとさせていただきます。この後チームコートを一周して退場いたしますので、また引き続き大きな温かい拍手でお見送りください。本日のご参加、そして今シーズンのご支援、誠にありがとうございました。後ろからじゃあお願いします。三田選手リードでお願いします。どうぞ拍手でお見送りください。ありがとうございます。どうぞ、そのわずかな時間をご堪能ください。